来たな。ええ、こちらですね。これが破壊された扉か。確かに何かで断ち切られていますね。ああ、正直人間の力でできるとは思えないんだが。で、ここが急降山の入り口だ。この光は。なんとも怪しげな雰囲気じゃないか。ヤバそうな魔獣もうろついているみたいだね。ああ、どうする、ロイド。場合によっては警備隊の方に連絡してもいいと思うけど。そうですね、捜索の手も増やせますし。いや、まずは俺たちで内部の様子を調べてみよう。手に負えそうになかったら警備隊に応援を要請する。わかったわ。了解しました。まあ、それなら準備は万全にした方が良さそうだね。ここを調べ始めたら他を回る余裕はなくなるだろう。どうする。それじゃあガンツさん、ちょっと調べてくるのでここで待っていてください。ああ、気をつけろよ。危ないと思ったらすぐに戻ってくるんだぞ。これは確かにちょっと普通じゃないですね。地面や壁面がぼーっと光っているみたいだけど。それに何かしら、このよどんだ空気は。うん、正気の類かもしれないね。これは上位属性が働いているかもしれないな。あなた、どうしてティオちゃんと同じようなことを。あの子ほどじゃないけど結構霊感はある方でね。どうする、このまま奥を調べるのは結構ヤバそうな気がするけど。そうだな。でも何かしら。この音は。なんだ！一体何が。おい、あんたら大丈夫か。聞こえたら返事してくれ。ダメだ、声が届いてる様子がねえ。とにかくみんなに知らせねえと。ガンツさん、聞こえますか。聞こえたら返事をしてください。ダメだ、完全に塞がったみたいだな。でもどうしていきなり。崩落する直前何か音がしてたみたいだけど。そういや、どうして君は崩落するのが分かったんだい。あ、うん、かすかに火薬の匂いを感じて危険だと思ったんだけど。火薬？
そういえばかすかに焦げ臭いような匂いがするね。でも火薬なんて最近ではめったに使われないはずだし、昔鉱山で使われていた葉っぱが爆発してしまったのかしら。いや、いくらなんでもこんな場所に残っていないだろう。多分爆薬を使ったトラップが発動したんだと思う。トラップ?でも確かにそうとしか思えないかも。なるほど、そうか。あのジジジというのは仕掛けの火花の音だったんだね。おそらく誰かが中に入ってから退路を断つための仕掛けだろう。ひょっとしたら近くに潜んで遠隔操作で爆破したかもしれない。でも誰がそんなことを。まさか入り口の扉を破壊した。ああ、その可能性は高そうだ。何者かは知らないけど完全にはめられたみたいだな。そんな、大丈夫ですよ。こういう時のためにエニグマがあるわけですし。これって多分動力班が届いていないアラートかも。密閉された場所だと届きにくいってマニュアルに書いてあったわ。そうなんですか。やれやれ、そう都合よくはいかないか。仕方ない、こうなったら先へ進もう。もしかしたら別の出口が見つかるかもしれないし、下手にここに残っていたらまた爆破されるかもしれない。そうですね、遠隔操作の可能性もありますし。外にいたガンツさんが助けを呼んでくれているとは思うけれど、確かに犯人の狙いを考えると動いた方がいいかもしれないわね。やれやれ、とどまるは地獄、進むは苦難といったところか。君たちといるとほんと退屈しなくて済むな。その減らず口、今は心強いよ。補給はできない。とにかく力を合わせてなんとかこの場を切り抜けよう。ええ、いや、了解です。行きましょう、皆さん。
エニグマ駆動。任せてくれ。えいは行くよ。やっやっせいやっさてとはっはっやっよし。させるか。はさてと、はい、行きます。やれやれ。はっはっはっ。行くぞ。やっや。その程度じゃ俺たちは止められない。俺の番だな。せいでや。僕の番か。はっはっや。私の番ね。はっ。行くよ。私の番ですね。そこ任せて。今だ。クロスミラージュ。よし。僕の番か。せせせ。あ。やれやれ。やや。は。任せてくれ。行くぞ。行きます。そこ。甘いね。さてと。や。任せてくれ。
一気に行くよ。わかったわ。イエスだ。まあまあだったね。お疲れ様。セイト、セイト、や、行くぞ、みんな。あ、セイハ、ゴー。よし。はあ。行くよ。任せて。行くよ。せい。行くぞ。せいと。さてと、やっ、よし、そっか、行くよ、やっやっ、はっ、俺の番だな。はーっ、やっ、やれやれ、せせ、や、任せてくれ、せは、迎撃完了。みんな先に進もう。こうしてみると、この紫の光は植物のものみたいだな。苔にキノコが多いみたいだけど。どう考えても、ただの鉱山跡とは思えないような場所ですよね。光る苔というのは、どこかで聞いたことがあるわ。ゼムリアゴケという名前で、薬にも使われるそうだけど。へえ、そんなものがあるのか。でも、聞いていた色とは全然違うのよね。別の種類かもしれないわ。いや、ゼムリアゴケで合ってるよ。え？本来ゼムリアゴケは金色の光を放つんだけど、たまに七葉脈の影響を受けて色を変化させることがあるんだ。そうだったの。ちなみにキノコの方はホタルダケって種類だね。こちらは本来緑色の光を放つし、ここまで巨大化することはない。どうやら七葉脈の流れに何らかの異常があるみたいだね。七葉脈の流れの異常ということは、トラップを仕掛けた犯人とは関係なさそうだな。入り口の扉が壊されたのは昨日、一日やそこらでこんな風に大量に繁殖するとは思えないし。まあそうだね。でも和治君、すごく博識だね。どこで仕入れた知識なの？
ああ、最近知り合った客に薬草とか詳しい人がいてさ、店で刺しつ刺されつしてる時にいろいろ教えてもらったってわけ。聞くんじゃなかった。はあ、そんなことだろうと思ったよ。いくらホストの仕事とはいえ、未成年でお酒は感心しないわね。人聞きが悪いな。あくまでノンアルコールのカクテルなんだけど。本当かよ。やれやれ、怖いもの知らずだな。よし、エニグマ駆動。よし、僕の番か。せせやえ、エニグマ駆動。ありがとう。甘いね。さて、やよし、は行くぞ。セット、任せてくれ。やれやれ。出直してきなよ。やっやっ、負けられない。行くぞ。えいはっ、私の番ですね。はっ、僕の番か。やっやっはっ、よし、エニグマ駆動。グラッツ。さてと、はい、はい、そこ。やれやれ。やっやっはっ、行くぞ。さてと、やっよかった。成功、チャンスです。了解。えいでや、行くよ。
私の番ね。はい、私の番ですね。バースト発動。わかったわ。そこ僕の番か。せっせっ、よし、任せて。あたしの番ですね。やっ、やれやれ、やっやっやっ、いくぞ。さて、ついつい、いや、行くよ。はっはっ、出直してきなよ。全力で行かせてもらうぞ。やっと。やれやれ、やっやっやっ。えっ、そこ、よし、やっ、行くよ。せっせっ、やっ、よし、やっ、やっ、さてと、そこ行きます。やっ、さてはっはっ、行くぞ。さい、でや、さてと、そこ、あたしの番です。はさてと、やっやっやっ、やれやれ、時間の無駄だったな。よし、やったぞ。速攻で蹴りをつける。セハッタ！僕の番か。エニグマ駆動。私の番ね。はい、そこ、やっ、僕の番か。
みんな、頑張って。助かります。はい、はぁ、行くよ。せっせっ、行くぞ、みんな。はい、みんな、一気に行くぞ。ああ、僕の番か。せっせっ、はい。さてと、俺の番だな。やっと。さて、はっはっ、せっ、あ、私の番ね。はっ、はい、はあ、私の番ですね。やあ、この調子で行きましょう。僕の番か。せっせっ、やっ、私の番ね。そこ、はい、はあ、やれやれ。せっせっ、はっ、俺の番だな。せっ、でやっ、私の番です。やあ、やれやれ。はっはっ、せい、任せてくれ。せい、はっ、迎撃完了。みんな、先に進もう。全力で行かせてもらいます。やっやっ、はっ、任せてくれ。みんな、一気に行くぞ。ああ、任せて。みんな、頑張って。ありがとうございます。やれやれ。やっやっ、はっ、チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。イエスだ。分かったわ。ああと、はあ、はい、守りたい、このクロスベルを。えい、でや、
全力で行かせてもらいます。せせせはいはっよし、みんな一気に行くぞ。ああはい、僕の番か。せせせ任せてくれ。やっと、あ任せて。そこはい、エニグマ駆動。やっ、グラッツ。さてと、やっやっやっ、よーし、そこ敵集団続けてきます。任せて。そこ。さてと。はっはっ。やっ。よし。グラッツェ。え、そこ。やれやれ。せせせ。だ。よし、やっ。僕の番か。せせ。はっ。え、そこ。行きます。はっ。行くよ。やっやっ。はっ。アディオス。いいよ。私の番ですね。そこ。さてと、やっ。俺の番だな。セット。僕の番か。セセ。や。行くぞ。えい、でや。その程度じゃ、俺たちは止められない。負けられない。行くぞ。これで決める。私の番ですね。行きます。え、今だわ。気高き女神。行くよ。
僕の番か。行くぞ。やっと。私の番ですね。やあ！よし！行くぞ。セイト。よーし、そこ。僕の番か。セイセイ。アディオス。いい夢を。みんな立て直すぞ。だっがっよし。やっでやっさてとせいせいせい。よしはっ。僕の番か。バースト発動。皆さん。やっやっやっ。任せてくれ。えいでや。さてと。はい。はい。やあ。僕の番か。行くぞ。セイハ。さてと、はい。よーし、そこ。やれやれ。出直してきなよ。始めましょう。行くぞ。これで決める。はい。今だわ。気高き。行くよ。せっせい。はっ。さてと。はあ。行くぞ。やっでやっ。そんな面倒だな。せいせいはっ。
負けるか。面倒だな。負けるか。えいっ、では。はあ、まずいね。せっせい、やまだやれる。まずいね。やっやっ、面倒だな。やっやっやっ、訓練不足でした。まずいね。アディオス、いい夢を。ここはどうやらこの急鉱山の終点みたいだな。抜け道の類は結局見つかりませんでしたね。どうしましょうか。そうだな、危険かもしれないけど入り口に引き返すしかなさそうだ。坑道内を調べた限り他にトラップはなさそうだし。しかし解せないね。結局入り口を破壊してトラップを仕掛けた犯人は何がしたかったんだい。そうね、この異常な内部についても直接関係はしてなさそうだし、ひょっとして人形工房を訪ねた人たちとか。ああ、うん、確かにかなり怪しげな連中だったよね。そうだな。いや、犯人は頑丈な扉を破壊したり爆薬を使ったトラップを仕掛けている。そういう荒ごとをしそうなタイプには見えなくなかったか。そうね、確かに。一体何者の仕業なんでしょう。仕掛けられたのが昨日で、支援課に連絡があったのが今日。まるで
俺たちを直接狙ったようなタイミングだけど、さすがに考えすぎか。ロイド、どうしたの？大丈夫ですか？いや、とにかく一旦引き返そう。ひょっとしたらガンツさんが応援を呼んだかもしれないし。あれは上だ、気をつけろ。何？普通の魔獣じゃない。とにかく気をつけて。体が、なんだ、力が抜けて、この振動が力を奪っているのか。まずいね。くそ、エリーとノエルだけでも。バカなことを言わないでちょうだい。そうですよ、みんなで切り抜けないと。今のは、話は後だ。このデカブツを撃破する。俺たちの全力をぶつけるぞ。分かった、任せて。目標を撃破します。デカブツだ、気抜くなよ。分かった。エニグマ駆動。さてと、行くぞ。えいはっ。俺の番だな。行くぞ。はあ。任せろ。くらいな。それ。私の番ですね。エニグマ駆動。よし。みんな一気に行くぞ。任せてくれ。
行くぜ。まだ。暗いな。負けられない。やっ。やっ。ザンク。まずい。世話が焼けるな。はっ。なんとかしないと。エニグマ、駆動、立て直さないと。エニグマ、駆動。負けるか。立て直さないと。エニグマ駆動。やっ。負けるか。やっと。負けられない。行くぜ。くらいな。今だ。全火力集中してください。アイサー了解。やーはい。でさてと。やっ。任せてくれ。
だまだ。くらいな。まだやれる。エニグマ、駆動。まずい。えい。ありがとう。や。助かります。が、そこだ。まだやれる。エニグマ、駆動。や！助かります。負けられない。や！立て直さないと。えい！ありがとう。まだまだ。くらいな！負けるか！甘いってろ。行きます。エニグマ駆動。やっ。ありがとう。任せて。行くぞ。これで決める。俺の番だな。くらいな。あたしの番ですね。エニグマ駆動。やっ。ありがとう。任せてくれ。私の番ね。そこ行きます。バースト発動。了解。やあ。おっしゃ。俺の番だな。それ。手こずってるかい。はっ。行くぜ。俺の番だな。行くぜ。赤き岩の死に前よ、戦場をかけ強者どもを貫け。はデススコルビア。任せてくれ。
行きます。目標を撃破します。それはこれで終わりです。さてと、やっ、行くぜ。行くぞ。エニグマ駆動や。ありがとう。甘いってろ。任せてくれ。セット。おっしゃ。はい。行くぞ。みんな、一気に行くぞ。えい。ほら。よし。私の番ね。やっ、ここだ。よっしゃ、一気にボコるぞ。え、イエスだ。そこ、しゃあ、いい感じだぜ。お疲れ様。やったわ。まあ、当然の結果かな。消えた。今のは一体、どうやらただの魔獣じゃなかったみてえだな。ま、なんとか倒せてよかったぜ。さすがランディ先輩。やれやれ、大した戦闘力だね。本当に助かったよ。でも一体どうして。いや、リハビリ訓練が完了してようやくお役御免になったから、いるすぎに支援課に戻ったんだ。そしたらお前らがマインツに向かったって聞いてな。せっかくだから追いかけたら、ちょうど騒ぎになってたってわけだ。そうだったのか。それじゃあひょっとして崩落していた入り口も。ああ、マインツの行員が総出で撤去してくれたぜ。それで俺だけ先行してお前らを探そうとしたら、ひょっこりこいつまで現れてここまで連れてきてくれてな。おっ。そうか。やれやれ、相変わらずとんでもないね。ザイト、ありがとう。うん、これはお礼にお肉でも買ってこないと。おーい、大丈夫か。
ガンツさん、皆さんも。おう、お疲れさん。よかった、無事だったみてえだな。おかげさまでね。急いで駆けつけてくださってありがとうございました。いや、もともとこちらがあんたらに頼んだことだからな。しかしまさか急鉱山がこんなことになっていたとは。俺たちのヒージーさんあたりが掘っていた坑道だよな。こんな風になっているなんて聞いたことなかったけど。そもそもどうしていきなり入り口が崩落したんだよ。とりあえず一旦町に戻りましょう。町長さんへの報告と合わせて起きたことをすべてご説明します。いやー、ここに来る時にも思ったが、ほんといい車だよな。こんな車を自分で持てたらナンパし放題じゃねえか。あのな、足に頼るようじゃ君もまだまだなんじゃないの。後輩のくせに生意気な。さすがに分が悪いわね。ダンディ先輩のモテ自慢もワジ君にかかれば型なしですね。ほら、ノエル、同じ警備隊出身なのに薄情な。すみません。そういや、ランディ、課長からスペアキーを借りてこの車に乗ってきたんだよな。いつの間に動力車の運転ができるようになったの？ああ、訓練の合間に一通り覚えちまったよ。お前らも暇見て覚えろよ。なかなか便利なもんだぜ。そうだな。今後のことを考えると覚えて損はないかもしれないわね。うん、僕はどちらかというと運転してもらう方がいいけどね。一体何者の仕業だったんだろうな。目的がはっきりしないのが余計に不気味な気がするわね。あの爆薬もどこで調達したんでしょう。警備隊でもほとんど使われていないものですけど。大方急鉱山に残っていた葉っぱを使ったとかじゃないの。ま、僕も火薬についてはあんまり詳しくないけどさ。いや、違うな。へ、何か知っているの？入り口のあたりに漂っていた硝煙だが、調合されて 1,2 年くらいの新しい爆薬の匂いだった。しかもかなり高性能のやつだ。そうなのか。でもよくご存知ですね。火薬を使った重火器は完全に廃れたわけじゃない。正規軍じゃめったに使われないが、未だに好んで使う物好きもいる。特にイエーガーあたりだな。まさか。それってま、あくまで可能性の話さ。ちなみに今火薬式の重火器が一番使われてるのはエレボニアだ。今もラインフォルト社がラインナップを残してるから。そうだったんですか。さすがに詳しいね。しかしエレボニアか、
嫌な符号が重なるね。ああ、昨日のこともあるしな。なんだ、なんかあったのか。ええ、実は。あの遊び人、エレボニアのスパイかよ。どう考えてもただものじゃないとは思ったが。単なるスパイというより情報将校と言うべきだろう。通商会議を前にして情報収集をしているだけかもしれないけど、どうも一緒にいた赤毛の子が気になるんだよな。あの子ね。君にとってはトラウマになったみたいだね。なんだなんだ、まさか色っぽい話かよ。その実は。へー、あの子の話はやめましょう。まったく、イリアさんにセクハラされるリーシャさんの気持ちが分かった気がするわ。すごい説得力だな。でもいつの間にか懐に入り込まれていたし、ただの民間人じゃないのは間違いないと思う。そういえば西クロスベル街道で会った人も帝国方面から来たんですよね。あ、そういえばあの人も赤毛だったっけ。ああ、言われてみれば。レクター大尉とあの子は赤毛でも色合いが違ったけど、考えてみればあの子と赤眼の男はそっくりな色だったかもしれない。あれ、ひょっとしてつまり俺の赤毛もそいつらに似てるってわけだ。あ、もしかしなくても心当たりがあるみたいだね。まいったな、そうきたかよ。なあ、ランディ。と、こんな時に。はい、特務支援課、ロイド・バニングスです。バニングス、私だ。ああ、ダドリーさん。出張と聞いていましたが、お戻りになったんですね。ああ、昼過ぎにな。エマ君から話は聞いた。世話になったようだな。いえ、気にしないでください。それよりも何かあったんですか。ああ、一応お前たちにも伝えておこうと思ってな。ルバーチャー土地の新たな所有者が決まった。クリムゾン商会という会社だ。クリムゾン商会。ええ、兵友ではないんですか。連中の裏をかくようにして電撃的に契約が結ばれたらしい。どうやら帝国方面からの裏工作もあったらしいな。帝国方面から。一体どういう会社なんですか。帝都でノイエ・ブランという高級クラブを経営している会社だ。クロスベル市にもその支店が1年ほど前にオープンしている。その会社がクロスベルに本格的に進出してきたわけだ。ですが当然ただの会社ではないんですよね。ああ、オルランドはそこにいるか。ランディですか。ええ、先ほど合流したので。クリムゾン商会については奴から話を聞くといい。また夜にでも連絡する。あ、どうしたの。何やら気な臭そうな話をしてたみたいだけど。なるほどな、ルバーチェの跡地を狙ったか。ノエル、町に着いたら歓楽街に寄ってくれねえか。裏通りの手前まで頼む。それは構いませんけど。ランディ、クリムゾン商会っていうのは。ああ、高級クラブノイエブランを経営する
米国籍の会社。しかしその実態は両兵団赤い星座が持っている資金調達用の。用事も済んだし、そろそろ帰るとしようかな。おっと、その前に旧鉱山とやらに寄っておくか。せいぜい気をつけて。僕の方はこのままお役目に入らせてもらうよ。せいぜい頑張りたまえ。そうそう、今回の計画での我々の割り振りが決まったよ。こちらの方は私と七中が担当することになりそうだ。へえ、あの人が来るのか。ま、今回はいろいろと面倒な連中も動きそうだし、いい判断かもしれないね。そういうことさ。それとアストラルコードの運用レポートも頼んだよ。低レベルのネットワーク環境でどこまで進化を発揮できるか興味があるからね。はいはい、暇な時にまとめておくよ。それでは大いなるマスターのために。偉大なるマスターのために。それじゃあ誰も見ていないけど、お約束と行かせてもらおうかな。執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ。これよりマスターの代理として減塩計画の見届けを開始する。追いかけましょう。おじき、シャーリー。久しぶりだね、ランディーニー。2年ぶりか。変わってないようだな。ランディー、昨日の人たち。怪しい連中が揃い踏みか。やっぱり彼氏、このおっさんの身内だった。そっくりな髪の色だったから、まさかとは思ったけどよ。レクター隊、どうしてあなたがここに。今回の買収について何か関係しているんですか。ああ、ちょいと裏工作もな。いやー、なんとかヘイユエのメガネを出し抜けてよかったぜ。東方人街の時は撤退したけど、今度は思いっきり遊べそう。東方人街。去年カルバードでヘイユエとやらかした戦争か。なあおじき、どうしてクロスベルに来た。
一体何をするつもりだ。ビジネスに決まってるだろう。それよりもランドルフ、貴様に伝えておくことがある。兄貴が言ったぞ。半年ほど前だ、西風の頭と相打ちだった。長年の宿敵同士である東進と両平王の決着、もうほんとすごかったんだから。そうか、あのクソ親父、最後まで戦いながら行ったってことが満足そうだっただろう。うん、すっごく楽しそうだった。いいな、シャーリーもあんな相手が欲しいよ。まあ、兄貴も悔いはないだろう。どこぞで迷ってる負傷の息子のこと以外はな。休暇は終わりだ、ランドル。いずれ話があるから体を空けておくがいい。またね、ランディーニー。サンジャ、お疲れさん。ランディ、ランディ先輩。あの二人、ランディーノ。赤い星座の副団長シグムント・オルランド、その娘で部隊長の一人シャーリー・オルランド。俺のおじきといとこで最強最悪の戦機どもだ。おめでとう。